いらっしゃい。5秒前。3。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です。お相手はユニット系のカント、ターキーとミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、ちょっとストリーム、はい、この番組は、毎週お題を決めまして、で、そのお題に沿ったですね、皆様から曲のリクエストをいただいて、それを探してかけていくという番組になっております。そして番組の最後にはですね、リクエスト賞をお一人様決めさせていただいて、はい、でこのリクエスト賞に10回選ばれますと、10万円じゃない、3万円すごい今総裁が泣くよね、すごい今総裁びっくりしたんですね。すいません、3万円相当の旅行券、もしくは同じく3万円相当のビザの、ギフト券、どちらかを選んでいただく権利が獲得できるという、はい、ね、そういう番組でございます。なので皆さん、リクエストメッセージどんどん、送ってください。よろしくお願いいたします。ですね、ラジオでお聞きの方、ユーストリームでご覧の方は数字で797 @fmginowan.jp、 数字で797 @fmginowan.jp、 こちらの方まで、メッセージよろしくお願いいたします。ツイキャスの方はそのままね、リクエストいただければと思いま す, です、ね、はい。それではですね、まず今週の、ミュージックバー F のライブ情報をお届けいたします。28日火曜日、本日ですね、はい、は飛び入りライブということになっておりまして、ね、F の方はもう空いてて飛び入りライブ始まってます。お近くの方はですね、遊びにいらしていただければと思います。それから、30日、8月30日木曜日、はい、日賀義弘木曜定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です。そして、もう9月の1日になりますけれども、今週土曜日、ひとしライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージこちらも500円です。それからですね、9月3日の月曜日、星文明ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、こちらですね、ライブチャージの方はちょっとお店の方まで問い合わせていただければと思います。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 上村酒造小酒蔵、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたします。すいません。どっから出てきたんだろうな。なんでどっから10万円が出てきたんだろう、僕。あ、再び参加しました。いただきます。今日向こうでもちょっとストリームお送りしておりますって言ってこれアメージング小僧やんと思って。ちょっとあれですかね、天気が悪いせいですかね。ですね、なんかちょっとね、ボケてますね。今日のお題、中野銀のお父さん、こんばんは。今日のお題はですね、名曲、新曲、名曲、うん、ね、迷う曲、うんうん、ということで、先週進撃のめいちゃんさんから、はい、ね、お題ご提案ありましたので、うん、そちらになります。夏バテですか。そうですね、そうかもしれないですね。雨バテ、うん、台風が来るかもバテ。そうです、また台風できてますからね。ねえ、まあ、なんとか前頭エーサーの後に来てくれそうですけど。ああ、そうですよね、1日2日でしたよね。はい、あれ順延すると僕めちゃくちゃ痛いので、うん、いや、よかったです。ルフサンザさん、
ルフ三段。はい、じゃあ間もなくです。ルフとハンザさん間違っていい。あ、で、いらっしゃいませ失礼しました。はい、じゃあ5秒前。はい、3ちょっとストリームをお送りしております、はいはい。今日のお題は新曲、名曲。名曲は、まあ、迷う曲でもよろしいですし、うん、その名の通り名曲でも、ね、はい、皆さんの思いつく曲をリクエストいただければと思います、ね。まあ、そういうところでですね、ここかな、違うね、これじゃないね。キャンさん、はい、メッセージもう来てますよね。2通来てますね。はい、ですね、上の2通になります。あ、ちょっと表示が出てないですか。そうなんですよ、今見てみましょうね。まあ、新曲って言ったらね、たくさんいろんなものがあると思うんですけどね。どうですか、ダキさん。はい、何隠れてるんですか、あなた。いや、避けてるだけ。ああ、そうなんですね。ああ、うん、どんな曲がね、皆さん思いつくのかなっていうね、うん。名曲がなんかすごい気になるね、ほんとね。特にね、あの銀の蛍さんとかね、うん、はい、すみません、ありがとうございます。受け取り方だからね。そうそうそう、でございます。これは上の2つですかね、どっちかな。あ、じゃあせっかくなんでメイチャーさんの方からでも大丈夫ですかね、はい。メッセージいただいております。ありゃ、これはどっかから、こっちか。カンさん、タキさん、キャさん、生放送お疲れ様です。お疲れ様です。明日はお仕事お休み、よかった。いいな。めいちゃんでございます。はい、いらっしゃいませ。今日は私が希望させていただいた気になる新曲、名曲特集なんですね。はい、銀トロさんが得意そうなお題のテーマだと思いますが、この4曲を選ばせていただきました。かなり選びに選んだ曲を選びました。よろしくお願いします。そして来週から9月、早すぎます、うん、うん、ね。あっという間にクリスマス来るよね、もうクリスマスの話かい、ね、ということでございますけれども、めいちゃんさんからはですね、浜田パミュパミュ、なんでやねんねん、そして、チームシャチホコ、レディオフィッシュの、バーニングフェスティバル、そして氷川きよし、ゲゲゲの鬼太郎、あるんだ。で、電気グルーヴ、もののけダンス。さあ、この4曲来ておりますけれども、キャンさん、この中からですね、はい、私も大好きであるこの曲にいたしました、浜田バミバミ、なんでやねん、はい。ありがとうございます。いや、もう後ろの音がもう完全に中田ヤスタカさんなんですけど歌ってるのは浜田さん。なんとクオリティの高いキャリーパンパミュを、なんちゃって、うん、なんちゃって。なんで米田コーヒーは糸満なんですかね。海んちはコーヒーなんて飲まないのに。そんなことないんじゃね。飲まんか母さんの中の電波が混線してる本当にそんな感じです。こんばんは、こんばんは、こんばんみ。糸満と書いて米田と読むからだよってマジかあれ選曲だった、気になってる曲ではなかった。あ、ブルガリさん、いらっしゃいませ。イタリアから来ました、乳首ちっちょリーヌと申します、よろしくカントリーロード、オリビア・ニュートン・ジョン。で、私がゴスペル調でいつ聴いても泣けてきます、うん、ね、ルフトハンザさん、ルフトハンザさん。僕、切り方を間違ってるんですよ、いつもね。初めましてって何屋さんですかすごいですね、開始早々から全開って感じですけど、うん、どちらかというとと
で、めいちゃんが浜田バミューバミューで、なんでやねんねんです。この下のリクエストメッセージ問い合わせは違うんですね。7時半のやつ、13分のね、はい、ラスキチさんまだなの？ラスキチさんは多分ね、忙しいのだよ。今日のテーマは、気になる新曲、名曲、あの名曲、ちなみに迷う曲ということで名曲と来てましたからね、はい、ブルガリさんもいっぱいありそうだね、それね、うん、終始しますね、それに。あ、しぽりむさん。あ、しぽりむさんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ジン・レッザード&ワンズフィーチャリング長嶋茂雄の果てしない夢をリクエストします。長嶋茂雄さんのワンフレーズは名曲の名に恥じない内容かと。もしなければザードかワンズバージョンでお願いします。しない夢を、あ、途中で長嶋が歌うよね。はい、ということで進撃のめちゃんさんからのリクエスト、浜田パミューパミューなんでやねんねんお送りしました。ね、なんかいろんな名曲ありますね。いいね、あのレパートリーがなんか広がって。そうですね、うん、本当にね、いろんなのありますけれども、どうしましょうかね。もう続いてもメッセージの方からいきましょうかね。はい、お願いいたします。はい、こんばんは、カンさん、タキさん、キャンさん。ラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトロンボーンです。こんばんは。こんばんは。今宵のリクエストテーマ、気になっている曲&名曲、気になっている曲、レッドベルベットさんのバッドボーイ、パワーアップ、レッドフレーバー、これアピンクでいいのかな、さんのミスター・チュー、I'm so sick, only one。 EXID さんの、Up and Down、ホラ、ホットピンク、ブラックピンクさんの、何これ、ドゥドゥドゥって読むのこれ、な感じです。ブーム、ブームバイヤー、ベイヤー、フォーエバー・ヤング。名曲は日吉美美さんの、夜迷いごと、渡辺真知子さんの迷い道、あがた森尾さんの、赤色エレジー、徳久浩二、さんでいいのかな、の北へ帰ろう。なのでとりあえずこのくらい上げときます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。熱は良くなったのかな、ね、あの1週間前ですけどね。そうもうね、あの体調はよくなられたんでしょうか。さあ、キャンさん、この中から何を。この中からですね、はい、用意した曲があります。レッドベルベットさんで、はい、バッドボーイ。今のところですね、結構曲ありますよ。あ、本当ですか。ラスキチさんも来ました。ラスキチさんも来ました。はい、でシュプリームさんの曲もあったので、あ、はーい、ダウンロード待ちですね。あ、了解です。カントリーロードの方が今ダウンロード待ちで、あと30秒ぐらいで終わります、うん、あ、了解です。もちろんですよ、ルフトハンズさん、名曲、あの名前の名の方でも全然 OK です。あ、スイカさんいらっしゃい。スイカさん、こんばんは、いらっしゃいませ。シュプリムさん、長嶋ゆきおえ、しげお、あ、なんて言った私、長嶋ゆきおって、それ友達。ジーグ・レブザード&ワンズフィーチャリング長嶋しげお、曲探すのが難しいかもって。コシヒカリは新潟の糸満と書いて、コシヒカリは新潟の米だっていう意味になるんですね。はい、
最初はホラーかと思いましたよ。いつもの場合は秋田小町と呼びました。さくらももこさんの人で名曲である名曲のような歌詞踊るポンポコリン。なるほど、うん、大吉さんペタ。あ、A ピンクさんですね。失礼しました。あ、もこさんこんばんは。今日は気になる新曲名曲です。あ、まさやさんもこんばんは。さんさん、大吉さん、キャブこんばんは。吉田拓郎の今日までそして明日からをリクエストお願いします。もこさんも来ました。そして明日から。そう、ラスキさんも。まもなく曲が終わりまーす。はい。こっちか。はい。ということで、いつもおかしな、多分おかしな銀のトロンボーンさんからリクエストいただきました。はい、レッドベルベットでバッドボーイお聴きいただきました。さあ、そんな間にもね、たくさんリクエスト入ってきておりますけれども。新曲、名曲、さあ次はじゃあどうしましょうかね。シュプリームさんからのリクエストは大丈夫でしたっけ。今ダウンロード中ですね。あ、なので、じゃあルフトハンズさんからのやつがいいのかな。はい、リクエストいただきました。オリビア・ニュートン・ジョンでカントリーロード。ソナポケットワンサイドラブ。この曲自体大好きなんですが、 PV になぜかお笑いの斉藤さんがカツラをかぶってイケメンに見えてしまいます。気になる曲なのでリクエストしました。ありがとうございます。ソナポケットワンサイドラブ。ね、スティングです。ありがとうございます。ルフトハンズさんがもう一曲、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク。
果てしない夢を準備できました。果てしない夢を、あ、スプリムさん。あとですね、走れ正直者。アスプさんの、はい、もう大丈夫です。オドロポンポコリンもいけます？はい、もう原曲の方がちょっと探せなかったんで、はい、イーガルズバージダウンロードしようか。梅木ひとしのスーダラ節、なんか名曲ちゃうんか。僕好きですけどね、あの曲ね、うん、こんな歌があるんだと思って。スーダラ節あったような気がします。総裁のリクエストが軽く滑ってるのが受けるに。あ、スーダラ節ありますよ。あ、本当ですか。入れておきましょう。うん、パーソナリティさんの持ち込みでライブラリー内にあるみたいです。あ、ありがとうございます。シュプリムさんは果てしない夢を、あ、アチューさんこんばんは。あ、久しぶりだね。渾身の滑り芸を披露しております。まあ、流れてる曲ですが、元はジョン・デンバーが歌っています、うん、こちらのバージョンも結構有名ですね。そうですね、確かに日本では、うん、まあ、なんかほら日本語になっちゃったけどね。あ、そうなの、うん、あと40秒ぐらいで終わるんですけど、うん、CM 行きます、それともそのまま別の曲行きます。シュプリームさんのまで行きますか。行きます。はい、ね、元はジョン・デンバー。はい、じゃああと20秒です。オリビア・ニュートン・ジョン、一生懸命この名前を覚えましたけどね、小学校ぐらいの時に。そうなんだ。ルフトハンザさんからのリクエスト、オリビア・ニュートン・ジョンでカントリーロードをお聴きいただきました。さあ続いて、どんどんいきたいと思います。次はですね、シュプリムさんからのリクエスト、ジーク・レブ・ザード・アンド・ワンズフィーチャリング長嶋茂雄の果てしない夢をリクエストします。音がね、ザードだね。ですね。でもワンズ感もありますね。そうそうそう。すごい上手いバランスですね、これ。アチーさんからはザードの負けないでよろしくお願いします。そうですね、その時その瞬間的にボンって、うん、なんかなんていうんですか、有名になるけど、うん、その後全然聴かなくなる曲ってありますよね、うんうんうん、あ、皆さんいい曲リクエストしますねって。あ、負けないでだったって。確かに抜けてるんだ、僕気づかなかったです。あ、それは出ないわけですね。僕も気づきませんでした。マジで信じていたい、スイカさんはリクエストないのかな。スイカさん、もしリクエストあったらよろしくお願いします。今日のテーマ、気になっている新曲、名曲でございます。迷う、
新曲であり名曲であろうという曲もありますけどね。ああ。なかなか新曲の場合は入ってなかったりとか、この間も何かありましたよね、まだ配信されてませんとかね。そうですね。もっかさん来てた？もっかさん来てましたよ。いや、じゃなくてリクエスト。リクエストまだなんですよ。待ってます。あれ、ディオなんか言ってた？ん？D はね、あのコシヒカリの話だね。なんか今日はイトマンの話だね。になんか、うん、食いついてる。多分イトマンっていう字が読めないんだはず。気になってる曲、松山千春さんの風雲流れ旅。あ、大吉さんから花火来ました。ありがとうございます。新曲ビーズ、これ生命というものですか。あればよろしくお願いいたします。リクエスト手抜きしやがって。私がいいよ。あ、小さな場所ね。じゃこの曲の後そのまま CM 行きましょう。はい、お願いします。で、CM 開けたら、ラス吉さんと大吉さんを一緒に、今の J-Walk のおじさんですか？ですかね。ね、ぽいですよね。違う、これが長嶋さん、もしかして。え？あ、ですよね。ですね。ということですよね。ですね、ですね。まあ、失礼しました。マニアックすぎってこれ。次これですよね。へえ、そうなんだ。はい、じゃあ曲が終わります。では一旦 CM でーす。はい、CM 入りました。ね、皆さんたくさんありますね。ね、どういうのが来るのかなと思ったけど、すごいね、うん、本当にあのこの名曲っていう部分でね、うん、名曲、本当に名曲来るし、うん、迷う方も本当にそっちが来るし、うん、すごいな。で、あと D とスイカさん、モカさん、あとね、D もリクエスト手抜きしやがって手抜きしやがってすみません、ビーズの生命はまだ出てないみたいですね。ああ、そうなんですね。あっちーさん、すいません。ビーズの生命はまだ出ていないようです。出ていないのか、その…ストリーミングで出てないのか。ストリーミングでね、ちょっと、検索がかかりませんでした。ビーズ…ビーズじゃなかったらありますって言わないでくださいよ。ビーズで検索してみる。もしかしたらビーズ自体がストリーミングない可能性が。ああ、そういうことね。あ、チャギアンダースか。ノーダリン。そうですね。ビーズは出てくるんで、生命自体がまだリリース前なのかもしれない。ああ。結構今 YouTube とかで簡単にリリース前の曲触れられるんで、うん、皆さんまだ新しいのって思ってやったら出てこないとかって結構あると思います。あ、そうですよね。じゃあ、はい、残り5秒です。ちょっとストリームをお送りしております、はい。今日のテーマは
新曲もしくは名曲、名曲、うん、皆さんが気になってる新曲や、まあ昔からの名曲だったり、はい、ねなんかこれどうなんっていうようなね名曲だったりね、そういう曲をリクエストしていただいております。さあここで、ですねメッセージいただいておりますので読みたいと思います。カンさん、タキさん、キャンディーさん、こんばんは。こんばんは。昨日は私が初めて買った漫画ちびまる子ちゃんの作者さくらももこさんの突然の訃報にとても驚きました。いまだに日曜の夕方にテレビで放送されるとついつい子供と一緒に見てしまいます。まだ信じられない気持ちでいっぱいですが、追悼の意を込めて西城秀樹さんが歌われた名曲走れ正直者、なければこちらも名曲踊るポンポコリンをお願いします。それでは8月最後の放送も楽しく聞かせていただきますということで、ラス吉さんからリクエストいただきました、西城秀樹さんの方で、走れ正直者お聞きください。確かにこれ名曲ですよね、どっちの意味でも、うん、リンリンランランソーセージ西城秀樹さんが歌ってくれるんですよ、うん、俺まさか西城秀樹さんがこんなの歌ってると思わなかったですからね。普通に何だろう、面白いおっさんがいるなと思って、子供の頃だってわーい楽しいで普通に済ましてましたけど、うん、今考えたらすごいことですよ、ね、大変なことですよね。気になってる曲、ツイキャスの皆さん知ってるかな、あやかさんっていうシンガーソングライターの僕の小さな心と自転車、多分ないだろうな。名曲では長渕剛純恋歌、湘南の風の純恋歌じゃないよ。あっちーさんから来ております。まあでもザードの巻き内でありましたね。そうですね。で、キャンさんこれ続けてあのもう一曲も、オードルポポリン、はい、もうそのまま続けてもらっていいですか。はい、イーガールズバージョンなんですけど、こちらでいきましょう。ちょっとダウンロードの都合上間に合わない可能性がある。ああ、本当に探してる間になくなる可能性がある。あ、ダウンロードが今日遅いけど、ああ、そうか、使ってる曲から先に準備してます。ええ、次のは大丈夫なんでしょうか。大丈夫です、大丈夫です。イーガールズは一応もう先に入れといたんで。あ、はい。 BB クイーンズじゃないんだ。そうです、BB クイーンズさんの名前が出てこなかったんで、あれおかしいなと思って、その結局こっちから先。あ、了解です。時間かけたら、なんか捨てなさそうだったんで。かっちゃんさんいらっしゃい。あ、かっちゃんさんこんばんは。やばいやばい。しかもブルガリーよりって。今日のテーマ、気になっている新曲、もしくは名曲です。名曲はね、はい、名前の名でもいいし、迷う方でも構いません。はい、野比那博士さんの季節外れありますか？ちょっと変じゃない？ちょっとね。笑ったわ。ブルガリさんいいな。ちょっと切り替えてからにしましょうね。そうですね。間もなく。野比那博士さん。はい、そうです。すみません、野比那博士。
ヒロシさんが多分見つからないです。マジか。お母さんごめんなさい。野比奈ヒロシさんが見つからないみたいです。すごい。マックス、トラトラトラ。キャン君よろしくです。そうですね、野比奈ヒロシさんで検索したら和田ヒロシさんが出てきました。誰？ないんですね。コメント見てみて。これ AKB ファンさん、あの AKB ファンさん、いや、まだ聞かないよ。かっちゃんさんね。うん、ちなみにトラトラトラもありましたよ。あ、了解です。この歌最初に聴いたとき、えらいふざけとる、だやなと思ってました。うん、そうなんですよ。あ、だいぶ変わってるんだな。現代風アレンジになってます。うん、イーガーイズなんかダンスうまいからいいですよね。ああ。それなんかダンスが下手な人がたくさんいるみたいなところがいっぱいあるじゃないですか。ねえ。いや、はい。みんな何も言わんけどね。はい、ダメよね、言わんとね。うん。どことは言いますね。うん。どことは言わないけど。うまい下手っていうか、なんかこのキレとかの違いですかね。ああ、キレの違いはね、大きいですからね。もう乃木坂すっごいうまいです。ああ、乃木坂、ピアノ。はい、ということで、ラス吉さんからリクエストいただきました、はい、走れ正直者、そして、うん、猫の大吉さんからリクエストいただきました、踊るポンポコリン。これね、最初の BB クイーンズバージョンじゃなかったんですけどね、うん、もうちょっとこれしかなかったんで、はい、お聴きいただきました。ね、桜桃子さん突然でね、本当にびっくりしましたよね。あなたは何をしているのかな。あ、うん、はい、ありがとうございます。さあ、リクエストたくさん入ってますんでね、どんどん行ってみたいと思います。さて、次はですね、あっちーさんからね、最初にリクエストをいただいた曲、ちょっとですね、今日はダウンロードがだいぶ時間かかってますんで、一番最初にリクエストいただいたザードの負けないでお聴きいただきたいと思います。吉田拓郎はどんな選手ですか。大丈夫です。で、そのポケットも OK です。あ、はい。で、植木ひとし、梅雨だらぶしも OK です。はい。で、トラトラトラが今ダウンロード中です。了解です。初代は BB クイーンズだったよね、踊るポンポコリンはっていうことだね。そうなんですよ、あの曲はね、うん、僕は中学校1年生の音楽の試験で一人で歌ったんですよ。そしたら、ん、そしたら0点だった。時間足りんかった。ああ、うん、どういうこと。あのね、5分以上って言われたんや。なんで1回目普通に歌って、2回目はなんかほらバックコーラスを入れて歌いますっつって踊るポンポコリンに2回歌った。意味わかんない、みんなの前で。心臓やね、心臓やねって言われたって。もう音楽のテストで点数取らんとと思って頑張ったね。頑張ってにもかかわらず0点。150点満点中0点やった。あ、でも自分も今までで一番得意な数学で0点取ったことがあるんです。なんで。ラサールの入試です。受けた。
あ、いや、あの軸がそういう進学向けの軸だったんで、うん、前らも試しにやってみろって言われて、うんうんうん、苦手だった国語、うん、英語の方が10点20点取れてて、うん、数学が0点だった。めちゃくちゃショックでしょ。あの問題を読んで理解できない。ああ、やってるものと全然違うことができたでしょ。そう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 。なな、え、何これ何これってなって。そうなんですよ。もうあれね、中学校1年生の普通にありますからね。まさかつけないから。出発のテーマは今日のリクエスト小選考お願いします。ありがとうございます。マニアックすぎて話出そうって。吉幾三さんのトモコ豆腐、北野玲子さんの兄さんの歌。マニアックすぎて話出そう。ええ、なんかあの、なんですか、北野玲子さんの兄さんの歌って聞くと、なんか兄弟の星みたいですよね。ああ、そんな感じするね。うん、確かに。だけど北野玲子さんの北を見たら北上焼局みたいな感じ。そんな想像をしてしまう私はダメですかね。あ、エキビファンさん、いらっしゃい。この大変さん、客、こんばんは。リクエスト、ポケットビスケッツ、イエローイエローハッピー、お願いします。間に合うかな。ブルガリさんも残ってるんですよね、うん、マサヤさんとカッチャーさんのでいっぱいかな。ちょっと今もうそうっすね。あと20秒で結構終わります。佐渡山豊さんの酔っ払い。僕ね、佐渡山豊さんの PA を1回だけやったことがあるんですよ。思いっきりミスりましたけどね。うん、じゃあ曲が終わります。はい、ということでアッチーさんからリクエストいただきましたザードの負けないで、お聞きいただきました。さあ続けていきます。続きましてかっちゃんさんからリクエストいただきましたマックスで、あ、まだダウンロードしてないので、はい、いけない。いけない。吉田拓郎先がいいんじゃないですか。はい、そうですね。じゃあ熊本バッテン龍神雅也さんからリクエストいただいております。吉田拓郎さん、今日まで、そして明日から。
入れるの忘れてました。今とってもいい話してたのにね。申し訳ないです。申し訳ございません。あの慌てすぎて。すいませんですよ、ね、大吉さんすいません、ありがとうございます。失礼しました。あ、曲も終わりです。はい、ということで熊本バッテン龍神正也さんからリクエストいただきました吉田拓郎さん、今日までそして明日からお聴きいただきました、はい、さあ、どうでしょう、ダウンロード終わりました？すべての楽曲準備が整っております。はい、それではですね、続きましてかっちゃんさんからリクエストいただきましたマックスのトラトラトラ。はい、何分ありますこれ？これが3分40秒。で、ブルガリさんのソナポケットをラストいきたいんですけど、はい、4分26秒です。じゃあその間の時間をスーダル、はい、お願いします。ありがとうございます。だよね、で、いいんだよね。うん、あちゃーって、あちゃーって明日ねえ、一番中にしか分からないから。あ、そうか、うん、突然言われるとみんな止まるからね。あちゃやーって、うん、あちゃやね、マニアック大賞狙ってる。は、そうなんですけど、ここあるんですよまだ。うん、で、違います、僕聞いてるのそこじゃないです。あー、はい、ないっすね。すごいなんかあのイニシャル D 的なテクノな音ですね。極めつけ名曲多分ない、渥美清さんのミオちゃん。この間僕たちが聴かせていただいたやつですね。この曲沖縄の大手ラジオ局にもないからな。じゃあ絶対見つかんないですね。しぐろさん、しぐろさん、こんばんは。渡崎さん、こんばんは。懐かしいやろ、懐かしいですね。マニアック大賞決定。すごいですね、渥美清さん。D は結局リクエスト来なかったですね。うん、スイカさんも。あ、スイカさんもだ。まさかず宮城さん。まさかず宮城さんはね、あのタイムキーピングに忙しいんですよ。そうだね、うん、で、うん、うん、いいと思います。じゃあ間もなく40秒ですね。はい、来週どうしようね。何のテーマがいいですかね。まあもう9月って言ったら一応秋ですよね。秋ですね、暦上は。ねえ、沖縄全然そんな感じしませんけど。うん、D はコメント滑りすぎて死にますって。はい、じゃあ、はい、マイクあげます。アチさんからリクエじゃなかった、かっちゃんさんからリクエストいただきました、マックスのトラトラトラ、はい、ね、懐かしい曲でしたね。うん、うん、まあ安室ちゃんね、もう9月で放送終了じゃなくて活動ね、もう終了ですからね、はい、ね、懐かしいマックスでございました。さあ、それでは、まずは来週のお題、はい、こちらをね、発表させていただきたいと思います。来週のお題、もう9月ですからね、はい、今ちょっと相談したんですけれども、うん、暦上は秋ということで、はあ、はい、まあざっくり秋に聴きたい曲、ああ、
秋だなって感じる曲、いいね、こちらをね、募集したいと思います。まあ沖縄ははっきり言って全然夏ですけどね暑いですけどね。何、秋らしい曲、まあ、秋らしい曲ですね、うんうん、そうですそうです、そんな感じで募集したいと思います。秋らしい曲ね、でいいかな、はい、はい、よろしくお願いいたします。さあそしてですね、今週のリクエストショーの発表を行いたいと思います。パンパカポーン、パーパーパー、パンパカポーン。今週のリクエストショーは、うん、アッチーさん、イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。もうなんていうかね、はい、うん、いいと思います何がいいと思います、はい、ね、そうそう、あっちーさんね、ありがとうございますね、リクエストをたくさんいただきまして、はい、銀のほたるさんからもね、たくさんリクエストをいただいてるんですけれどもね、はい、その中の、8割から9割方が、ないというねちょっとそんな感じでございました。はい、さあそれではね、今日最後の、リクエストナンバーは、ブルガリさんからリクエストをいただきました。ソナーポケットワンサイドラブ、こちらを聞きながら本日お別れしたいと思います。今日もですね、ちょっとストリーム総裁、ルフトハンザさん、野の中の銀のホタルさん、猫の大吉さん、 D 進撃のめいちゃんさん、ブルガリさん、スプリームさん、ラスキチさん、スイカさん、モカさん、熊本バッテン龍神マサヤさん、アッチさん、カッチャンさん、マサカツ宮城さん、 AKB ファンさん、シグナスさん、皆さんリクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ファンファレ大賞バッキーさん秋らしい曲、モミジ、確かに、ストランズさん、ありがとうございます、かけていただけただけでもありがたいですって、毎週できるだけリクエストいただいた曲、お一人様一曲はね、極力かけさせていただくように頑張っておりますので、来週もよろしくお願いいたします。大丈夫ですか、秋らしい曲って何がありますかね。マミジ。マミジ、いや、それ今書いてあったよね。赤トンボ。あ、赤トンボ。童謡系？トンボ。ピーピーピー。ピーピー。そっち。キャンさんが。壊れた。いつも通りに壊れた。ダメだ。ファンの人にめっちゃ怒られる。春日八郎さんの乙女さんも今いいですって。今頃か。でもね、今年って童謡ができて100周年なんですよね、確かね、ちょうど。だからいろんなイベントがあるみたいですよね。あ、いいですね、うん、だから童謡ね、前ね、なんかで調べた時に大正、明治だっけな、大正からかな、あるんですよね、そうそうそう、から始まってる童謡自体は、その曲が残ってるというか、うん、それろくなもんじゃねえ曲が違うってあの、動揺しましたえ、振りだった童謡といえば、イラミナ善子さんですねなんか善子先生ね、善子さんもね、あの以前の職場時代に一度あの講義を受けたことがあるんです。あ、本当に、あのこのお客様への対応みたいな、電話対応とか、あ、一番褒められましたでしょうね。あしゃーっつ、6は4じゃねえ秋に聞きたい曲がたくさんありすぎて困るな。はい、じゃあ1分切りましたので、はい、読みお願いいたします。じゃあ行きますね、はい、ちょっとストリーム
この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 上村酒造コシュグラ、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。また捜査に来たよ、裏切った。ファンズの寂しさは秋の色をあらかじめリクエストしておこうかな。関西滝さん、キャンディ君、ちょっとする捜査お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。秋らしい曲難しいにゃーってたくさん出てきそう。あ、お疲れ様でした。レフトハンズさん、ありがとうございました。ありがとうございます。来週もお待ちしております。皆さんどうもありがとうございました。それではまた来週、ライブ終了します。イエーイ。終了。